そんなところで突っ立ってないで、用があるなら入ってこい。なるほど。泣く子も黙る新選組局長近藤勇の豪気な剣にしては大したことないの。だからこうして稽古をしている。皆の足を引っ張るわけにはいかないからな。坂本龍馬と近藤勇、幕府を倒す門と守る門、かつて敵同士の刀がこんな肉体を得て再会するとはの。今さらやっとの稽古らせんと、おまんも銃の稽古をしたらどうな。俺は近藤勇の男らしい正面突破の剣術しか知らん。だからこの戦い方で中堅に励む。おいおい、男らしいといえば坂本龍馬じゃ。坂本は迷路を快活。いや、近藤勇の方が勇往邁進で男らしい。坂本は豪放雷楽じゃ。近藤は徳良寛大、八面玲瓏、不動不屈。怪獣内号新出家剣坂本近藤。あの二振りは仲が悪いのか、それともいいのか。仲が悪いから仲がいいんだよ。ほう、難儀なものだな近藤。坂本